あなたは愛されるからといって幸せにはなりません。愛されるとその瞬間は確かに幸せになりますが、あなたはその愛がなくなることを心配し不安がすぐやってきます。でもあなたが愛する側に回ってずっと愛を与え続けている限り、あなたは不安になることはありません。信頼っていうのがまあテーマになりますけれども、信頼しなきゃいけないということは我々はどうも疑い深いようです。疑いっていうのはいっぱいいろんなことに疑いがありますけれども、一番疑っているのは私たちが愛されるとか成功できるとか結婚できるとかいい仕事につけるとか、要はあなたが本当に幸せになれるかどうかを我々は疑っているわけです。私たちっていうのは自己概念っていうものがありまして、自分はどのような存在なのかというふうにあなたが思っているか、まあ、これによりあなたの人生や世界の見方っていうものがとても変わってきます。私たちはもし自分は愛されるにふさわしいというふうに感じるならば、問題意識っていうものはあまり感じないでしょうね。ところが自分っていうのはあんまり良くない子で、なんかきっと罰が当たるんじゃないのって思うと、朝曇りであったそれだけで、ただ天気が曇りっていうことですよ、不吉とか思いますよね。それは普通不吉って言わないんです、曇りって言うんですよね。でもあなたは不吉って思います。でそんな時に限って黒い猫があなたの目の前を横切る。まあ、うちには黒猫は2匹いますけれども、であなたはますます不吉っと思うわけです。でなんか嫌なことが起こるのに私はふさわしいんじゃないのって感じてしまう。要は黒い猫があなたの前を横切っただけなんだけど、でもその全てに関して意味付けするのはあなたなんですよね。私たちはいろいろ自分というものはこういう存在でこういう人間でこれがふさわしいというふうに、運命じゃないんですよ、神様じゃないんですよ、あなたが決めつけているんです。そしてあなたという存在をですね、まあいいものであるのか悪いものであるのかもあなたが決める。でもしあなたが自分はあまり良くないと思ってしまうと、例えばまあ心理学では自分は毒であるという自己概念がある。まああなたがもし仮にですよ、コレラでエボラ出血熱で天然痘でマラリアで腸チフスで、まあ歩く伝染病だったと思ってくださいね。そしたらあなたは愛する人をあなたのすぐ横に置くでしょうか、それとも遠いところに置くでしょうか。多分あなたは一番大好きな愛する人を自分から遠ざけると思いません？だって自分の伝染病で毒したくないから。そうすると自分は毒であるというふうにあなたが思えば思うほど、事実は置いといてですよ、あなたは愛する人を遠ざけるようになります。私と関わらない方がいいと思う、何か知らないけど私とデートに行くところはいつも雨が降るし、いつもに比べてあなたはきっと便秘気味になると思う、とにかく私に関わらない方がいいのとあなたが思ってしまう度合いだけあなたは大事な人と分離して離れてしまいます。そしてですね、皆さんの世界観っていうのは一見まあ、とても悪い人があなたの周りにいてあなたの人生を、まあ、ひどい目に遭った合わしたというふうに見えるかもしれませんが、まあそれも真実ではありませんね。例えばあなたと同じような目に遭ったとしてもあなたと違う選択をするっていう人はいるんです、ちゃんとね。でいいか悪いかは置いといて、こう選択することがあなたの人生にとって幸せかどうか、でそれはチェックしておかれた方がいいと思いますよ。例えば昔ですね、こんな人がいましたね、女の幸せは顔で決まる、
そういうふうに思ってらっしゃる女性がいらっしゃって、私はブスであるっていう自己概念がある。女の幸せは顔で決まる、私はブスである、両方足すと私は幸せになれませんよね。あなたの自己概念をどんなことを信頼しようがあなたにとっては全く自由なんですよ。がしかしその自己概念があなたを幸せにするかどうかはチェックされた方がいいと思いますね。例えば皆さんにとって一体自分っていうのはどういうふうに自分は自分のことを感じているのか、それはとても簡単なんです。人があなたのことを好きだって思うとするならば、あなたは自分は愛されるにふさわしいと思っていらっしゃるようです。例えばもし仮にあなたが人に愛されるためにはいっぱいあんなこともこんなこともこんなこともあんなこともあんなこともしなきゃいけないと思っていらっしゃるならば、あなたは多分自己評価はだいぶ低いようです。私は30点である、彼はすごくかっこよくて100点である、70点分は何かしないと埋まらないと思ってしまうと、あなたはとても忙しい人になるし、そしてあなたはすごく忙しくすればするほどですね、それは愛されると思うよりもあなたは愛されない、何かしないと、愛されない、何かしないとと思ってしまう。よってあなたは愛されないというふうに投資してしまうことになるでしょう。で、皆さんにとってとても大事なことは自分が何かって思ってることを知りたいってまず思ってください。そしてあなたが信頼できないっていうのは外側にあるんじゃないんですよね。例えば世の中には怪しいような人とかとても悪い人はいます。ところが見る目があればそれは超明白なんです。でも皆さんにとって疑いっていうのはいい人なのかしら、悪い人なのかしら、悪い人なのかいい人なのかしら、彼に裏切られましたって、でも客観的に見たらそれはどう見ても裏切るだろうこの男っていう人は結構多いんです。で、疑いっていうのはでも私は見る目がないから次もまた悪い人を選んでしまうかもしれません。昔々ダメンズウォーカーっていう言葉が流行ったことがありましたよね。なんか苦労する男性ばかり私は言っちゃうんですよね。それは変えるべきは世の中の男を変えるんでしょうか、それともあなたが見る目を持つ方が早いと思いません？なんで私はこんなにイケてない男に関して魅力を感じるんだろう。わけがあるはずです。でもそれにはちょっとなんでこういうふうになってるんだろうな自分は。もしあなたが信頼っていうのを学ぶことがテーマだったとするならばですよ、外じゃないんですよ。あなたは自分が愛されるにふさわしいって思うことが必要なんです。そして愛されるにふさわしいってあなたが思うっていうことはですよ、こんなことでもあります。何もしなくていいんだ。でも何もしないと食べていけないじゃないですか。まあそれはその通りですね。でも皆さんにとって何もしなくていいっていうのはどういうことかっていうと、あなたがやらねばならないと思うことがなくなるということです。例えば結婚するっていうのをしたい、結婚、例えば産みたい子供、大好きな人と結婚して持ちたい子供を持てたら、あなたは嬉しいっていう感情を所有します。ところが同じような結婚してもあなたがしなければいけない結婚や産まなきゃいけない子供をようやく結婚できた、ようやく子供を持てた、手に入るものは安堵はありますよ。要は結婚することによってうるさいお母さんの口を封じられましたからね。まあ、名古屋ではお母さんっていうのは結婚に関してはナーバスですよね。でさらに子供を持つっていうこと、じゃあ安藤がそれで手に入ったんでしょうか。ノルマは達成しましたよね。ところが名古屋の人は結婚して子供を持っても安藤は手に入りませんよ。家を建てなきゃいけないんです。じゃないと一人前と言えません。しかもローンは25年30年とあります。要はあなたにとってですね、やらねばならないことに追いまくられている。
でもあなたがもしせっかくだから家族のためにふさわしいお家を持ちたいなって思うと、同じことをするにもあなたの気分が変わる。そしてあなたは結婚もしたし子供もできたし、お家も建てたし、何を感じるでしょうか、うん、願いは叶うのね、幸せって思う。一方、しなきゃいけない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 って生きてきたらどうなるかっていうと、あなたがやらなきゃいけないっていうことで自分を責めてると、人にも同じようにあれしてないからこれをしなさい、あれしてないからこれをしなさい、あれしてないからこれをしなさいという人になります。だって世界観は一致なんですよ。そうするとあなたはみんなからどうなりますか、うるさいわねあの人みたいな、もう本当にあの人を誘うのはやめましょう、もううるさいからって言われると思いません。だってあなた自身が楽しくなかったんです、生きている時。そうするとあなたの出ているエネルギーが楽しくないので、人はあなたを避けるようになっちゃったりします。人生の成功の秘訣っていうのは何って、あなたがどんな感情を感じてるか、これもとても大事ですけど、もっと最優先はあなたの周りにいるときに、あなたの周りの人は何を感じるんですか、あなたといて楽しいとか嬉しいとか面白いとか、ポジティブな感情を感じると人はあなたともっと一緒にいたいっていう思うんですね。でこういうのを魅力って言います。それはあなたが本当にいつも何を感じているかが共鳴するわけです。ちょっと想像していただきたいんですけど、イライラしている人がいると思ったら、あなたはそのうちだん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 僕に、ちょっとイライラしないでくださいよって僕にイライラします。これは何かというとイライラが共鳴するんです。一方何なんですか、ちょっと何が面白いんですか、いやいやいや言いなさいよってなんか楽しいのが共鳴していくわけです。でそうすると、なんで私はいつもこんな感情を使い、それはあなただけではないんですね、あなたの見る世界の全部をその感情で埋めてしまう。そしてそれに関して皆さんはあまり何も感じません。当たり前って感じ。でそれはどういうことかっていうと、あなたもお母さんがイライラしてて辛抱するのが当たり前っていう人生であれば、あなたがイライラしてる時に人が我慢するのは当たり前だと思うでしょう。あなたがすごく苦労して生きてきて人生は苦労するものだと思うならば、あなたの周りの人が苦労していてもあなたは当たり前としか思わないでしょう。でももしあなたがそれはもっと違う楽な道があったんじゃないのと思い始めた時に、あなたはあなたの生き方をこれは変だと思うことがとても大事なんです。で信頼っていうのは実は変な話なんですが、自分が愛されるにふさわしいと信頼すること、そして疑いっていうのは外に向けるものではなく自分に向けるものなんです。それはどういうことか、もっと幸せになってもいいんじゃないか、なんで私はこうなんだ、でそれをこんなにしんどいことをこんなにつまらない人生を私にふさわしいと思ってはいけません。もっとラブラブでもっと楽しくもっと生き生きと生きてもいいんじゃないの、でそのためにはなんかそんな人っていないかなってまず思うことです。でそんな人はいますが、不思議とあなたの周りにはいないかもしれません。人間って不思議なんですけど、あなたは人はこうだ世界はこうだと信頼する環境を作り、それで落ち着くんです。例えばあなたがすごく私は暗いしこんな暗い私は愛されないと思うと、明るそうな人ばっかりのところに行くと思います？場違いだって感じちゃうわけです。で誰もそんなことは言わないわけですよ。
逆に超明るくてポジティブの人っていうのは暗い人を見て、おめえ暗いなってはっきり言います。でこの人は傷つけられたと思いますけど、傷つくつもりは全くないんですね。ただ暗い人に暗いって言っただけです。誰も暗いからといって拒絶する気は全くないわけですよ。まあ、一つの個性で太い人は太い、痩せてる人は痩せてる、チビデブハゲがチビデブハゲだっていうだけの話です。何とも思わないよ。ところがこっち側はあーなんか嫌われたと思うわけです。でも嫌ってるのはポジティブな人でしょうか。いいえ、傷ついた側なんです。いやだって傷つくでしょう。それはあなたが自分を責め続けてきたっていう証です。皆さんにとってあなたがどのような人であったとしても、もしあなたはそれを表現する勇気を持つことができれば、あなたの世界は簡単に変わります。昔々ですね、まあ私どもはカウンセラーの養成講座っていうのがありまして、初級中級上級になったら上級のカリキュラムの一つとして、自分で講座を2時間の講座を最低2回開かなきゃいけないっていうノルマがあるんですね。ある時にものすごい暗い女の子がいて、で相談に来たんですね。私は一体何をすればいいでしょう。君らしいことをすればいいんだよ。もう君らしいといえば君の特徴って何？何の取り柄もなく暗いことです。俺もだいぶ多くの人を見てるけれども、君は結構そのジャンルではズバ抜けてるから、これでいこう。は？普通ね、私が一番個人的に嫌いなのは、こんにちは、この度上級のトレーニングをする平順次です。昔こんなに暗かった私もメンタルに来て3年、こんなに明るくなりましたっていうのは大嫌いなんです。それは何かあんまちょっと痛々しくて、みんなはあんまり明るくないような気がする。ところが彼女は何を言ったかっていうと、こんにちは、上級ミニワークのお知らせです。もう上級も最後の方になってきたんですけど、先ほどもそこで、初級の方ですかって言われました。あ、久しぶりって言われましたけど、あなたとは毎月会ってますよね。とにかく私は目立たないんです。みんな見たまんまです。で本人は頑張ってるつもりなんですけど、とにかく暗いし目立たないんですって、みんなおと思います。そこで、普段私が何を感じているか、引きこもりの生活に関してテーマにして私を解説しますって言って、みんなおおと思うわけです。なんかちょっと興味が出てくるんです。なんでかっていうと、自分を隠さないんですよ。で彼女がとても革命的だったのは、ずっとこれを嫌って直そうとしてたんですけど、3年かかっていっかこのままでもと思えたことなんです。そして暗いですけどって言い始めたら、みんなは知ってたけどっていう感じで、全然受け入れてたじゃん。あなたには秘密ってとか絶対知られたくないっていうのがあります。で皆さんいろいろ隠そうとします。寄せてあげようともしますよね。シークレットブーツをつけようと思ったりですね、ちょっとあのいろんなものをつけようとしたりもするかもしれません。でもあなたが隠そうとすることの全部は、あなたはこう思ってるんですよ。私は愛されないであろう。本当に？ところが皆さんがね、どのようにされても全く自由なんですけど、残念なお知らせは、結婚したりパートナーシップができるとバレます。なんだよお前、寄せてあげてたんじゃねえかっていうのもバレます。何あなた光の人っていうのもバレます。全部バレます。でも私は長い間カウンセリングをしてますけれども、肉体的なことが理由で離婚したっていう人を実は一人も知らないんですよ。もうね、結婚して初めて分かったんですけど、即離婚です。こいつ寄せてあげてましたっていうのとか一切ありません。
全部内面的な理由なんです。この人は優しくありません、誠実ではありません、浮気をします、嘘をつきます。でもうちょっと言うなら、そのネガティブな、まあ、男は嘘をつきますけど、なんで嘘をつくのかっていうと、正直に言って愛してもらえないだろうと思うんです。昔うちにですね、プレイボーイのかっこいい男性が、まあ、カウンセリングにやってきたんですね。でもカウンセリング内容は悲壮でした。どういう内容かって言いますとですね、もう離婚寸前なんです。彼はずっとモテたんですね。でもまあ浮気はちょくちょくしてて、バレると二度としませんって土下座で3回はパスしてもらって許してもらってたんですけど、今回4回目が発覚しちゃった。でいつものように土下座して許してもらおうと思ったんだけど、全然許してくれなかったんです。そして奥さんはもうあなたのことなんか一切信じられないから、もう何を言っても無理で、マジっすかって思い、カチャ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 ってネット検索したら、恋愛のカリスマってこのおっさんが出てきたんです。普段なら絶対来ないんですけど、来なきゃいけない、まあ、溺れるものは笑おうもつかむっていうやつですよね。もう仕方がなしに来たわけですよ。そして彼にこういうふうにコーチをしました。まあ、ほとんど無理ですねこの案件はね。でも唯一あなたが奇跡を望まれるならば劇薬はあります。何ですか？あなたが過去にした浮気ってとてもたくさんあるでしょ。まあ見つかったのは4回だけだけど、全部奥さんに言ってください。は？てめえバカ？って指を刺されました。そんなことしたら終わっちゃうじゃないですかって言われたんで、安心してください、もう終わってますよって。もう終わってますから。なんでそんなことが聞くんですか？だって奥さんはこう言ったんでしょ、あなたの言うことが信じられませんって。そうですよ、嘘つくもんね。で今日今のままあなたが土下座して何をして、あなたのやり方でね、どうせやられてこられたんでしょ。じゃあ今あなたがあなたのやり方でどうぞ、関係が回復する可能性はどれぐらいありますか？ゼロです。本当はゼロじゃない、 3% ぐらいあるんです。でも私の提案に乗っていただくと、まあ 50% までいきますからね。そりゃ 3% より 50% の方が確率が高いんじゃないですかって言って、彼はお家に帰ったんです。すいません、あの お話がございます。はあ？あの実はあの過去の浮気に関して今日は全部聞いていただこうと。はあ？どういうことよ。いや、あの全部言いたいなって。はあ？でも奥さんも興味あるから言ってみなさいよ。まず一番目は20件近くあったんです。くそー、あのスナックの女やっぱりそうだったか、怪しいと思ってた。大体奥さん掴んでたんですけど、やはりそうだったかって。これで最後です。本当に？はい、全部？全部です。どうもほんま見たよな。でな、なんで雪になったんや。いや、嘘はいけないかなと思って。ほう、まあ、ほとんど嘘に嘘を重ねてきたわけや。いや、そうですなあ。これだけ嘘に嘘、大変やったな。苦しかったです。苦しかった？苦しかった。アホやな。これで仲直りした。これ全部本当ですよ。苦しかったですよ。これだけ嘘を重ねようと思うと、でバレちゃいけないと思うから、あまり会話しないでおこうと。これだけ浮気する人はね、この前お前と来たかな、こっちは誰やった、誰と来たかな、思いますやんね。引っかからないな。というふうにすごく何も言えなくなっちゃうんですよ。そして奥さんは初めて本気で私との関係を改善しようと思ってると思った。で奥さんはこれは信頼できる。でじゃあなんで彼は何も言えなかったんでしょう。
浮気がポイントじゃないんですよ。彼はずっと自分が愛されるはずはない、こんな自分はいつか奥さんからは嫌われるはずだと思うわけです。嫌われるんであれば傷つきますよね。傷つかないように保険1、保険2、保険3、まあ男でもいい、保険4が出てきたりするわけです。要は自分を愛してくれる人なんかいないんだと思ってたんです。そうするとショートタイムラバーって言うんですけど、ちょっとの期間だけ愛してくれる、要は自分が隠れていられる関係ばかり。でも最終的に奥さんに全部愛してもらえる、それはあそこまで追い込まれない限り彼は自分っていうのを表現しなかった。例えば皆さんがこれは墓場まで持っていかなきゃいけないって思うようなことがあるかもしれません。でもその全部っていうのはこういうことじゃないですか。こんなことを知られてしまえば絶対嫌われる。だから隠す。でもあなたが隠しているその秘密は一番救われたい、愛されたいことじゃないですか。そしてもし万が一それを隠さなくてもいいんだ、人はそれであなたを拒絶しないと思った時にあなたは救われるわけです。でも絶対それは救われないし非難されると思っているのはあなたなんですよ。本当に世の中にあなたを傷つける人がいるんだとあなたが思っているのはなぜでしょう。それはあなたが傷つくことにより、あなたを傷つけた人はあなたにとって拒絶できますよね。そしてもっと言うならば、傷つきたくないと思うことによりあなたは全ての関係を断ちます。私は個人的にまあカウンセリングで4万人ぐらいの人とやりました。まあセミナーなんかで皆さんとお会いする数を入れると8万人ぐらいの人と会ってるでしょうね。でその中でパートナーが欲しいでもできないのっていう人はもういっぱい聞いてきました。でもパートナーが欲しいでもできないっていう人、再婚したいけど再婚しなできないっていう人の深層心理は、彼は欲しいの、彼女は欲しいでも二度と傷つくことは嫌。でも男女関係っていうのはいろいろなことが起こるでしょうよ。でもいろんなことが起こりますけれども、それはあなたを傷つけることなのか、コミュニケーションを深めたことなのか、それはあなたの解釈なんです。でも我々は必ずなぜか信念を持っています。世の中に悪い人がいて自分はひどい目に遭うんだ。でもそれは一番大事な主体っていうのは、あなたがひどい目に遭うのにふさわしいとあなたが思っている、ここに尽きるんです。そう思っているとあなたは人っていうものに関してまあ好感度は持ちません。なんかお前らは表面的にはそうかもしれないけれど、きっと俺を裏切ると思っていると心を許せないと思いませんか？そうするとあなたの対人関係は野良犬みたいになるんです。こんな犬がいたらあなたはキャーかわいいって行きますか？多分行かないでしょ。絶対噛まれますから。もし行くっていう人、あなたはきっと空気が読めないっていう人です。それは行ってはいけません。でも誰も私のことを愛しやしない、それは当然ということですよね。でももし皆さんがアウアウキャンキャンキャンアウアウっていう犬だったとしたら、可愛いなこいつ、これがあなたにふさわしいんです。で人がその犬を愛するのか蹴飛ばすのかの主体はどこにあるんでしょう。犬の態度、これは分かりますよね。じゃあ犬はなんでアウなんでしょう、尻尾振るんでしょう。それは人を僕を愛してくれる、それが人間だワンと思ってるのか、俺様を蹴飛ばすのは人間だと思ってるのか、これによりますよね。その結果自分は愛されるのか蹴飛ばされるのか。で皆さんはなぜか愛されにくい態度なんだっていうことに関しては、鏡を見ながらチェックしてくださいね。
しけた面をしているとかそういうやつ、疑い深いっていうのは、で全員じゃなくていいんですよ。もしあなたが世界中の人から疑われたとしてもですよ、たった一人あなたを信頼してくれる人がいて、そしてあなたもその人を信頼することができれば、あなたは生き延びれます。例えばですね、あなたが本当に頑張ろうと思うと、で例えばね、今日刑務所から出てきたんです、で罪名は下着泥棒で、もう更生を誓ったんです、ね、今はあのこうですけど、ちょっと前まではこうだったんですよ本気にしないでくださいよ。昔あの福岡で池尾君相手にこの話をしたらですね、福岡の方は非常に真面目な人が多いので、あの話の後あの池尾君に、下着泥棒からカウンセラーはすごいと思いますってもう感謝されて、池尾君もありがとうございますと言っちゃったっていう、そういう事実がありました。たと悪い例えですよ。で公正を誓う、みんなが男でもパンツ握っとかないと取られるかも分かりませんよ、みんなが疑ったとしたら、なんかやってられないと思いません？でも一人でも私を信頼してますからっていう人がいたら、その信頼のために頑張ろうと思います。皆さんがすべきことは、世界中の人にあなたを信頼してもらわなくていいから、たった一人の人を信頼、そしてその信頼するべき人はあなたが決めるんですよ。我々は傷つかないように鉄壁の防御を誇っています。あの西洋のあのこんな鎧のやつね。でもあの鎧で重くて動きにくいっていうのは分かるでしょうか。ガッシャンガッシャン、あなたの人生そのものです。もしあなたがオープンであるっていうのは、私はこういう人なんですけど、そしてあなたが人をどういうふうに見ていくのか。人の中には2つの要素があります。それは愛と呼ばれる本当に良いことをしたいと思う部分で、もう一つはダークな部分で、それは人を憎んだり恨んだりする部分です。でも皆さんに問いかけますけれども、人をぶん殴りたいですか、人を罵倒したいでしょうか、人を罵りたいですか、人を踏みつけたいでしょうか。多分なことはしたくないでしょ。でそれはあなたの周りの人も全員一緒なんですよ。でもね、怒ったりひねくれたり引きこもったり、死ね死ね死ねと思っちゃうことは人生でいっぱいあるでしょ。あるよねない人は今日花見に行ってるよどうですよね。だからきっとみんなは昔死ね死ね団だった頃があったはずなんです。でもしたいことじゃないんですよ、そういうことは。じゃあなんでそういうふうになっちゃうかっていうと、いっぱいいっぱいで心にゆとりがなくて、本当にギリギリの時です。あなたがもしゆとりがあるなら、まだまだ我慢もできるし、人に優しくすることも簡単にできますよ。でも私たちがゆとりをなくしちゃう、それはあなたがもう本当にいっぱいいっぱいまで頑張ってきた時なんです。でそれはあなたにとっては抱えきれない荷物を担ぎすぎたり、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで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 ぐらいまで忍んだ時とか。でもなんでそんなことをしてるんだろうっていうのは考えたことがないんです。これが当たり前だと思いました。そうすると、誰かあなたを我慢させてるとあなたが思うんです。だってまさか自分が自分を我慢させてるというふうには気づきませんからね。それはお父さんであったりお母さんであったり、いろんなもの。でも今日2日間をかけてあなたがやっていきたいっていうことは、信頼、それは自分は愛されるのにふさわしいし、人は私の愛を求めているということです。そしてあなたが幸せかどうかっていうことは、あなたが自分以外の外に
どれだけ愛する大好きなものを持っているかに限ります。あなたは愛されるからといって幸せにはなりません。愛されるとその瞬間は確かに幸せになりますが、あなたはその愛がなくなることを心配し不安がすぐやってきます。でもあなたが愛する側に回ってずっと愛を与え続けている限り、あなたは不安になることはありません。ちょっと想像してみて、皆さんは大人として人の顔色を伺いながら、人のご機嫌を取りながら、人を怒らさないように怒らさないように怒らさないように生きていますよね。ところがあなたが大人になり子供を持ちますとね、あなたは決して誰にも見せないぐらいひどい顔で、なんか言うてるわかんないよ、うにゃーって子供に言います。言いますよね。はい、知ってます。まあ、もう 今無理やり笑ったからひどい顔してるっていうのは分かります。で、親はみんなそうするんです。なんであんなに誰にも見せられないようなひどい顔を子供に見せられるんでしょう。あ、簡単じゃないですか。私がこの子をどれだけ嫌おうが嫌おうが嫌おうが、この子は私のことを嫌いになるはずないと思ってるわけです。ということは親は子供に愛されているわけです。そして親はどっかで知ってます。こんなに私のことを、こんな嫌な私のことを受け入れているくれる子を、こんな人間を持ったことがないから子供を愛してしまうわけです。旦那にあんな顔3回見せたらもうふーんって怒っちゃって、あいつはすぐ嫌いますけど、子供は受け入れてくれますからね。で、そうすると我々は子供を愛さざるを得なくなっちゃうわけですよ。そしてあなたが子供を愛している時、とても幸せです。だから我々旦那さんはバカな質問を嫁にするんですよ。お前は俺と子供とどっちが大事なんだ。0コマ0001秒後、子供終わり。プー、もう基準が違うわけです。でもそれぐらい人生かけて守ってあげたいぐらい愛するべきものを持てたあなたは幸せです。何でもいいんですよ。私はドラゴンズ命でもいいんです。4連勝ですかね。あ、君たちあまりテレビ見なかったんですね。皆さんにとってどれだけ好きなものがあなたの世界にあるか、でそれはあなたという主体が好きになってあげることです。それは無機質なものでもいいんですよ。私なんか温泉が大好きですけれどもね、そうですよ、温泉は奥平ぐらいから新穂高温泉が呼ぶんですよ。じゅんちゃん久しぶりじゃないの、ちょっとどう。いや、私は別にどうでもいいんですけど、そんなにしようとされるんなら、まあちょっと行ってあげようかねと思って入ると温泉が言うんです。嬉しいわ。人には言わないでくださいね。そんなセミナー会社行くなって言われますからね。でもそれぐらい大好きなものがあなたの人生にいっぱいあった方が幸せだと思いません？それは主体はあなたなんですよ。愛されるのではなくて、あなたが愛するんです。もしあなたが今不幸だったとしたら、愛のバブルを閉めちゃったんです。そしてあなたは本当にこの世界に好きなものが超減りました。もうペットのワンちゃんでも構わないんですよ。あなたが愛している度合いが多ければ多いほどあなたは幸せになります。そしてあなたが不幸であるっていう時に、必ずあいつだけは許せねえ、愛せねえっていうのが多くいればいるほど、愛を止めると不幸になるんです。私は長年の研究の結果分かりました。愛とうんこは止めると苦しい。ノートに取らなくていいですか。これは出せば出すほど健康になります。そしてあなたはケチってたなっていうことに気づいてほしいわけです。あなたはもし愛されたら、愛されたかったら、愛した度合いだけしか愛されません。サンタクロースが嫌いな人っていうのはいませんよね。サンタクロースってのは一方通行でみんなを愛してくれます。こんなサンタさんだったらどうでしょう。なあみんな、もらうばっかりってどうかな。枕元にお稲荷さんとかね、例えば京都方面だったらお食べとか
名古屋だったらウイローかな、まあ、あの固めのきしめんでもいいよ、サンタさんいつもありがとうとか、5年に1回は置いとくべきものでしょうっていうサンタさんがいたらもう来なくていいと思いません？お父さんに買ってもらうからいい。あ、そう、じゃあお宅には6日にいいよって言ったら、多分その日からあなたはサンタクロースが嫌いになります。トナカイ死ねって思います。無条件なんですよ。で、愛した度合いだけ愛されます。そして皆さんが信頼すること、それはあなたが本当に愛される価値があり、そしてあなたに愛してもらいたい人がいるんだ、そしてあなたがその愛を与えることによって簡単に人を喜ばすことができます。簡単にですよ。でもあなたはそれをしません。なぜかというと、それをしてしまうとあなたの世界観が変わってしまいます。こんなちっぽけな私っていうのは絶滅してしまうんです。なんか私って俺ってすごいなって思っちゃう。そして皆さんはまあそのことにまあチャレンジをしていただきたいんですけれども、心理学っていうのは面白くてですね、あなたは自分一人で自分の心を探そうとしてもそれは無理なんです。例えばですね、あなたが仮にナイフを持ったまま考え事をしていた、そしてナイフを持っていることを忘れたと思ってください。そして皆さんがそのことを忘れて人に近づいていくとどうなりますか？みんなはドン引きしますよね。あれ？なんでみんな俺様にそんな、ナイフを持っていたからだ。例えばですね、まあ僕がもうすんごい酔っ払ってると思ってくださいね。もうヘロヘロです。平さん大丈夫？って聞いてください。全然大丈夫、全然問題ない。こんな酔っ払いっていっぱいいますよね、境の方にはね。ところがですよ、大丈夫じゃないって本人は分かりません。で、あなたは今日朝鏡を見てきたでしょ。で、自分がどうなのかをあなたはチェックしたわけです。ところがあなたの心の鏡っていうのは必要なんです。人生で鏡がないと自分がどんな髪型なのか全くわからないのと同じように、じゃあ心の鏡っていうのは何？人です。まあ、私たちはそういうのをバディっていうふうに呼んでいますけれども、心理学のお互いの双方チェックっていうのは、スキューバダイビングをされる方っていうのは必ず2人で潜っていくんですね。おいおい、酸素もうないよと、さあじゃあ上がるぞという時に、宇宙と同じですから上がらなきゃいけないね、潜っていく人もいます。下それダメよ、上上、空間認識がわからないとね。で、そういうのはバディがチェックしていきます。軍隊でも必ず偵察員っていうのは2人1組で、ちょっと立ってもらっていいですか。背中をくっつけてこういうふうにして死角がないように偵察するんですね。死角があればやられちゃいますから。で、このバディシステムっていうのはお互いがお互いをチェックするのにとても大事なんです。で、必ずあなたには影響力がありましてですね、仮にあなたが、じゃあ飯どこ行きますかって聞いてください。飯どこ行きますか？別にどこでも。どこ行きますか？だから何でもいいって言ったでしょ。いや、もう何でもいいですよ。どこでもウェルカムですっていうパターンがあるとしますよね。で、そうするとこっちは何を感じるかっていうと嫌な気分になりますよね。でもこの人がなんでこのパターンを使うとこっちの人が嫌な気分になると気づかないでしょ。慣れてるんですよ、このパターン。でも家の誰かお母さんやお父さんはこれで受け入れてくれるかもしれませんけど、ねえねえねえ、そういうのってちょっと嫌な気分になるよって言ってくれると、そう言われるとこっちは超嫌な気分になりますよね。嫌なやつだなお前で、そうするとお互い共鳴して嫌な気分というのでつながれるんですよ。で、人っていうのはどんな形でも何でつながっても構わないんです。お前舐めてるのかって怒りでつながることもできます。これは共鳴します、同じ感情で。でももう一つ、いい気分とか愛とか、お前優しいなとか、そういうのでつながることもできるんです。それは主体はあなたがどの感情でこの人につながろうかと思うことです。で、敵対しているとこほど、はいってアメリカとか、
チャオとかイタリアの人とかいい気分っていうのをまず出していきますよね。それはこれでつながりましょうよっていうことです。で、日本人はほとんど恥ずかしさでつながりますから、ご迷惑じゃないですか、うーちょ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 って言いながら気を使いありますけどね。だから何で人とつながってるのかはチェックしておいてください。人とつながってないということはありえないんですよ。何らかの感情であなたはこの人とつながるんですね。で、あなたにとって誰とどのようにつながるのか、それはバディっていうものを作りますけれども、我々はですね、このようにカードとかたまたま偶然性っていうのをとてもたくさん使います。そのたまたま偶然性っていうのはどういうことかって言いますとですね、プロセス思考の心理学っていう心理学があるんですけれども、プロセス思考っていうのはですね、たまたまっていうことが本当にたまたまなのっていうのを何度も何度もカードを使ったり偶然性っていうのを皆さんにとっては優先していきます。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。